デルタはアメリカ海軍の工作艦。デルタ級工作艦のネームシップ。前身は商船ハワイアンパッカーであり、収益時は貨物輸送艦であった。本艦はマットソン旅行会社が発注した4隻の C3 型貨物船の一隻であるハワイアンパッカーとして1941年にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港。 1941年4月2日に浸水した。1941年6月4日にアメリカ海軍に徴用され、1941年6月16日に貨物輸送艦デルタとして初代艦長 CD ヘッティ中佐の指揮の下で収益した。1942年5月から7月8日まで、デルタは東海岸の諸港から各地への物資輸送に従事した。 目的地は、キューバのグアンタナモ湾、バミューダ諸島、プエルトリコ、アルゼンチン、ニューファンドランド、カナダのノバスコシア州及びハリファックス、そして、アイスランドのレイキャビークといった広範なものであった。1942年7月1日、デルタは AR-9 と看板号を改め、 フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ造船所で工作艦としての改装が行われた。1943年3月3日にフィラデルフィアを出港したデルタは3月から6月にかけてアルジェリアのオランで揚陸艦艇の修理任務に従事する。6月から1944年3月まではチュニジアのビゼルトでそれからイタリアのパレルモでも 同様の活動を行い7月8日まではアメリカへ帰還する上陸用集停の準備のためにポッツオーリへ移動した。地中海での最後の任務は11月から1945年4月までオランで駆逐艦母艦として働くことであった。デルタはオーバーホールのため1945年4月27日にノーフォーク海軍造船所へ戻り1ヶ月間の 修理任務のため6月15日に真珠湾に出港する。デルタは日本の降伏後の8月26日に官邸の修理作業を行うため横須賀鎮守府へ到着。そこでの活動には翌1946年にビキニ干渉で行われた原爆実験に用いられる日本海軍の戦艦長との準備作業も含まれた。 デルタは1946年3月から6月まで上海で艦隊の支援にあたり7月17日にフィラデルフィアへ帰還した。デルタは退役後1947年3月5日に予備役として保管された。デルタは1950年11月1日に最終役し1951年3月8日にサンディエゴへ到着した。これは 同地とロングビーチでの官邸修理や極東への巡航のためであった。最初の巡航は朝鮮戦争中の1952年6月25日から1953年2月14日まで行われた。二度目の巡航は1953年から1954年まで行われ、この時デルタは第一次インドシナ戦争後に軍事境界線を越えて、 南ベトナムへ逃れる難民を輸送する自由への道作戦に参加している。最後の極東巡航は1955年に実施され、デルタは朝鮮半島沖の海上封鎖と護衛任務を行う機関を務めた。その後デルタはワシントン州タコマへ戻り、1955年12月1日に退役し、予備役に置かれた。 1959年10月31日にデルタは最終駅したが、最終駅式典はブレマートン海軍造船所で、カーミット、ルーズベルトの退役式典と同時に行われ、カーミット、ルーズベルトの乗員たちはそのままデルタの乗員に移籍した。その後、デルタは1970年6月20日に再び、ブレマートン海軍造船所で退役するまで11年間にわたって、 活動を続けることになった。退役後のデルタは1977年10月1日に海軍官邸名簿から除籍され、連邦海事局2巻後、国防予備戦隊で保管された。デルタは1983年7月19日に、サビーヌ・トーイングトランスポーテーション c o シュニッツァースチールプロダクツ c o へ、スクラップとして売却され、 解体地である台湾の奇襲ファスチール CEO、リミテッドへ栄光されたデルタの艦隊は1983年11月1日に解体を完了した。デルタは第二次世界大戦の功績で2個の従軍聖章を、朝鮮戦争の功績で1個の従軍聖章を、ベトナム戦争の功績で1個の従軍聖章を受章したほか、以下の勲章を与えられた。 ありがとうございます。